Thank you.
覧ください。それぞれのパイロットの運命監視機器とお互いの信頼がなければこのような未熟な体験は組めません。
は会場正面上空でのエンジンオーバーループです。会場後方から縦1列の体形で進入した4機が大きな宙返りを開始すると同時にダイヤモンド体形に形を変え、宙返りの後半で横転を行います。会場後方から進入してまいります。ダイヤモンド体形に変化します。その後宙返りの後半、機首が真下を向いた時、右に大きく横転を行います。ダイヤモンド体形に変化します。
ください。次は会場左手方向からモンストンロールです。
モントロールは本日ステージがデルタ待機を保ったまま一斉に運転する難度の高い科目です。パイロット全員の意識が通い出して初めて一致乱れるタイミングとなります。進入してまいりました。会場左手方向をご覧ください。ロッキーはスポーツが切れるタイミングに合わせて全機が一斉に応答を行います。さあ、1レーン決まるでしょうか。この後には
ご協力のほどよろしくお願いいたします。Thank you.
が飛行機8歳男の子をホームラン介護センターで保護しております。お心当たりのある方は至急ホームラン介護センターまで。お待ちになっています。